皆さんこんばんは、豊田萌です。皆さんこんばんは、伊藤美久です。私たちピクシスです。はい、どうしたんですか、元気ない。今までありがとう。何があったんですか。10年後萌さんはいないかもしれない。なんで急に10年後、うん、10年後にいないかもしれない。どうしたんですか。悪い占いですか。キノコックスがいるかもしれない。キノコックスって何。なんかキツネとかによくいる寄生虫。寄生虫。寄生虫やばいじゃん、うんうん、寄生虫いるの。寄生虫いるかもしれない。なんで寄生虫入ってきちゃったの。なんか山の水飲んだ。ダメでしょ、山水飲んじゃ。でもちょっと酸すくい。手で酸すくい。手で酸すくい。ボトルじゃない。ズズズズズぐらい。ズズちょっとズズズぐらい。あ、じゃあもうゴクンっていくぐらいじゃなくズズズぐらい。いや、まあゴクンはした。そうね、ズズズズゴクンぐらい。あ、どうだろうね。そんなことある。ちゃんとでも注意書きはあったんでしょ。なんかよくよく見たら煮沸してくださいって書いてあった。ちっちゃく書いてあった。そう、ご自由にお飲みください、なんかお持ち帰りくださいみたいな、うん、その神社とかにたまにあるじゃん、そういうなんか湧き水がさ。まだ山の水ってまあそうだけどさ、なんかそういうお水よ、なんか生のお水ね。そう、うん、そう生水。そう、もうすごいもうご利益がありそうな水。なんかスピ色強めな水。そうだよね、神社の水だとね。そうそうそう、ご利益ありそうじゃん、うん、でなんか持って帰れるとか知らなくて、うん、でペットボトルとか持ってってなかったね、うん、その組む人はもう持ち込んで入れるみたいなんだけど、うんうん、でご家庭に持ち帰って多分そのままなんか煮沸して飲み水だったりなんかいろいろ料理とかに使ったりとかってことだったんだろうね、うん、でもご自由にお飲みくださいって書いてあったらさ、わ、うん、かるこの認識。ご自由にお持ち帰りくださいじゃなくて、ご自由にお飲みくださいってことはこの場で飲んでいいんだって思う、イコール思ったわけ、うん、でちょうどそこになんか賽銭みたいなのもあったから、ええー、じゃんお金入れよーって、うん、そのこれもまあご自由にだったからさ、うん、あのマストじゃないんだけど、うん、私的にはお気持ちっていうのを入れて、うん、わーいこれ飲めるって思って、あのそのままこうやって行ったん、うん、で後日なんか生水は飲んじゃいけませんみたいな記事見かけてツイッターで、そう、えみたいな。そりゃそうかって冷静になって、うん、ってなって10年後ってなって。それがいるかもしれないんだ、やっぱり生水の中には。その、まあ、地域的にはいないとは思われている場所だけどね、うん、けどまあ何かわかんないじゃん、まあ、他にもね、もしかしたら生水だったら。そうそうそう、別にあのイキノコックスとか関係なしね、うん、生水これみんな知ってた、このこと、うん、なんかあんまり山の水飲む機会ないもんね。知ってた、うん、山の水のこと全然知らなかったわ。ご自由にお飲みくださいって飲まない自信ある。そこで冷静にまあね、飲んで今飲んでいいんだって思うよね。冷静に煮沸してからお飲みくださいって書いてある左側の文字読める人いた。みんな読んでんのよ。みんな読めてんのかな。みんな読んでんのよ。その場で飲むって思考になってるやつのがいないのかな。ないんじゃないの。なかなかないか。もう山から、そう、もう見えてるんでしょ、湧き出ているのが山から。そう、あ、でもなんか一応ろ過されてんのかな。なんかあのホースから出てきてる。おー、じゃあ大丈夫じゃない。なんかガチ山のあのふもとからこうやってたやつやつではなく、ちゃんとなんか整備されて一応ホースじゃないけどなんか、うん、分かる、パイプみたいなやつから出てるタイプ。じゃあね、全然大丈夫ですよ。かな、大丈夫。10年後も生きてる。生きてる、うん、私38超えられる。超えられる。10年の命じゃない。ほんと、うん、あ、じゃあ元気出てきた。大丈夫でしょ、人間そんな弱くないですから。シニア戦。そうだね、シニア戦ですよ。シニア戦ね、うんうん、まあ大丈夫でしょ。大丈夫ですよ。なんか、うん、整備されてたもん。気にすれば気にするほどやっぱ、あ、それ、ほんと、ね、山の木から。そう、その記事見ちゃったのが良くなかった。良くなかった、タイミングが悪かった、ね、うん、もう忘れる。忘れてください、うん、で、今後気をつける。はい、忘れました。忘れました。私は誰だ。全部忘れちゃった。ごめんなさい、力強かったみたいな。
全部忘れちゃって、あなたはごめんごめんごめん、はい戻ったな、ちょうど気にして最新まで戻っちゃった、ごめん、私の力では無理でした、ちょうどいい塩梅ができなかったね、塩梅がありませんでした、0か100でした。今日は血液型を発見したい人のお誕生日です、おめでとうございます。ここ いらないってもう、いらないの、この話もしたかった、この話じゃあ来週に持ち越すかオープニングトーク来週に血液型トーク来週に持ち越してくれる、持ち越しましょう、じゃあ今日の教訓はみんなも水には気をつけてねって話ですね。そうですね、うん、いいこと学びましたね、はい、生水には気をつけてください、気をつけてください。それでは始めていきましょう、ピクシスのキラキラ大作戦スタートです。ピクシスのキラキラ大作戦、ねえミク、ん、もっと早く来いでよ。無理、後ろの誰かさんが重いから。てい、危ないでしょ。ねえミク、ん、私ねこの前イベントあったんだ。よかったね。うん、じゃあ飛ばしますかおめっちゃ青春じゃん。ね、すごい青春だ。すっごい青春じゃん。これエアだから二人乗り OK なんだよ。そうだよ。うん。そうだよね。エアはね、いくらに人が乗っててもいいから。そうだよね。うん。あのトラウマの話したっけ？トラウマの話？うん。あのね、足どうしたのそんなことよりなんか気にしてるけど回ってるけどこのね足がトラウマなの。足が、そう、ほんともうちっちゃい頃よ、うん、やっぱその友達同士でさ、ちょっとさ荷台乗って遊ぶとかまあしちゃってたじゃん。あー、ちっちゃい時ね。正直自分家のそのアパートのとこのさ、うんうん、とことかでさやっちゃったりしてたじゃん、うん、で当時相乗りブームだったわけ。あ、相乗りじゃない、恋空。あー懐かしい映画。そう、ガッキーのやつ、うん、で超覚えてんだけど、その時今も仲いいんだけど、舞ちゃんって子が運転してくれてて、うん、で私が恋空のガッキーみたいな座り方したくて、横座りね、横座りね、だからこう、うん、さっきみたいなこの立ってこれじゃなくて、うん、横でこうね、そう横でこうね、うん、そうしてたの。したらかかと巻き込まれて、うわいた。でそれがトラウマになったのね、うん、そうだから舞ちゃんのお母さんがすぐ駆けつけてきてくれて、すぐ処置してたから、うん、あの全然大事には至らなかったんだけど、だからもうね、あの恋空が一時期憎かったよねその瞬間から、その瞬間から恋空は何も悪くない恋空は何も悪くないよ。恋空は何も悪くないんだけど、それがトラウマだって話を今思い出した今その二人乗りのやつね、うん、だからみんな気をつけてってこと。そうですね、そう、今日は私が生きていく上で気をつけるべきことをみんなにたくさん教えてる教えてくれるんだ。もう2個も教えてくれた。そう、実体験がね、やっぱあるから、やっぱ説得力が違うと思う。そうだね、うん、痛そうだもん。絶対やめた方がいいよ二人乗りはね。そう、もう絶対やめてください。はい、はい、要約すると、あ、キャリさんのイベントに出演して、うん、この時点で、難波店さんで私の萌え師10周年のリリーベが終わったよって話。なるほどね、何にも要約されてない気もするけどとそんな話、まあ、イベントあったんだって言ってるもんね。まあ、ちょっとこのイベントまだやってないから置いといて。あ、そうか、キャリさんのイベントはあったよ。あ、そう、キャリさんのイベントはあったよって話。楽しかったですか？楽しかった。キャリさんは安定に面白いね先輩ながら、うん、なんか天然色が強すぎるね。あ、そこがいいんですよ。素晴らしいなって思った。でも、うん、なんかああいう感じなのになんかお金のことをめっちゃしっかりしてるみたいなギャップがおもろいすっごいふわふわしてるもんね、イメージとしては。すっごいふわふわして、って言ってなんか
あんまり気にしないかなみたいな雰囲気なのに、うん、なんか1万円もらったらの使い道どうしますかみたいな質問に対して、うん、8000円貯金するって言ってた。おお、堅実。1万だよ。その100万円もらったらどうしますかで何十万貯金は分かる、うん、1万円でちゃんと8000円貯金して2000円がカフェだったちょっといいカフェ行くんだそうそうで、それで、あ、キャリーさんそういう感じなんだっていう、そのおもろかった。もえさん1万円あったらどうします？もえさんは全部競馬って書いたもえさんは1万円競馬ね、うん、でその時はその実際のお題は10万円だったから、うん、10万円を競馬って言った。10万円全部競馬。そう、全部競馬もらったもんだからね。そう、で増やせるからねってキャリーさんに教えといたなんてこと教えてるんですか今笑ったけど、そうなんだってなったけど、やめてください。感心してた。感心して、うん、ダメです、そんなこと。そうなんだって、そんなこと教えないでください。そういうミクみたいなツッコミをするわけじゃないからさ。10、これ増やせるんで。そうなんだ素直すぎる。そうそうそう、ダメだよとか、減る危険のがあるよとか、そういうのじゃなくて、そうなんだ目キラキラなんだ。そうそうそう、それがもうなんかずっと私が、私もそれに対してもう突っ込まないからさ、うん、ずっとじわじわしてくる進めてた進めてた、そのまま。そう、だからまた違った。いい雰囲気ですね。のんびり穏やかな、わー楽しそう、いい感じでイベントを終えられました。ありがとうございました、はい、めっちゃ楽しかったです。キャリさんファンのみんなもすごいなんか穏やかで優しい人たちばっかだからさ、ね、なんかすごいあったかかった、アットホームなそう、なんか癒されるね。あ、ちょっと休んできなみたいな感じだったちょっと休んできな、うん、そのなんか実家の近くのお家みたいな感じあ、すごい親近感もあり、そう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 、っていう、いいですね、素晴らしかったです。ありがとうございました。ねえ萌えさん、ちょっと待って、前の小学生追い抜くから。やめなさいよ、今から社会の厳しさを教えないと。ねえ萌えさん、え、私のライブレポートをいろんなメディアさんに書いていただいたので読んでね。追い抜いた、読まないな、マックやってこマック見っけCM なっちゃったの、マック見っけ、タラッタ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 、だいたい JK はマック行くからね。そうだね、うん、自転車乗りたくなってきたな。なかなか乗る機会確かに減りましたから。私こっち来てから自転車買ったんだよ実は。そうだよね、もう知ってる知ってる。乗ってるとこ見たことあるっけ？ないでもなんかその当時はジムに行くために、うん、そう、よく覚えてるねまあ7年8年前ぐらいの話ですけどよく覚えてるじゃん、うん、でしょ。でもそのジムに行ってないから自転車にも乗れてないんだよ、うん、だってジムに行くためにこの自転車があったんだもん。でもジムに行ってないからこの自転車乗ってないのよ、うん、どうしていやそうなのよ全部理由自分で今言ってて、言ったね、うん、え、その自転車は今はあるの？うん、いや今もね、あの駐輪場借りてるよ。あ、お金払って毎月。そう、まあ、毎月500円とかだから、まああれだけれども。いや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 、高いですよ。まあ、チリツモだよね、うん、だって乗ってないんだもん。だって乗ってないんだもん私見直したら毎月浮くお金出てくると思う。うん、そうだよ今ジムは解約したんだよね。ようやく2年かかって解約した2年通わずにお金を払ってたってことね。そう、ボランティアずっと2年間払い続けて、うん、それもようやく解約できたでしょ。で、プリキはまだ解約できてなかったでしょ。これ中学生から払い続けてるんだけど、プリのサイトね。プリのサイト300円ぐらいだよ月月300円ぐらいのやつもうまだ入ってるでしょ。何十年、何十年じゃないか十何年入ってんじゃない十何年入ってる。解約忘れちゃうの本当に良くないよね。携帯も見直してごらん、多分やばいよね本当にそう思う。プランなんかよくわかんないプランが入ってる入ってる、最初安くなるからみたいな、で2ヶ月間だけ抜ければお得だからみたいなので抜けてないだろうしね。しっかりせこれから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 パンクしたのも直して、うん、携帯見直して、うん、ね、うん、やっていこう。人生長いもんね。そうだよ、みんなもね今聞いては俺も気をつけようって思ったから。思い出した人今一緒に
考えよう。考えよう。今後考えてこ。今後考えてこ。そうしよう。みくんの、ライブのレポートがメディアさんで読めます、はい、インスタにディズニーの思い出写真がアップされてます。見てください。久美子がまとめて更新してました。かっこ久美子が頑張ってくれてますので、ここ 1,2 年のやつをまとめてたんだよね。そう、最新っていうよりは今までの、うん、過去の遡って乗っけてくれてるんでね。表に出ていなかった写真たちが供養されていますので、はい、よろしくお願いします。見てください。メール、はい、メール読みましょう。はい、キラキラネームガオガオさんです。ミクさん、萌えさん、ピクシース、ピクシー ス、萌えさん、クラファン企画で完成したオリジナルアルバムハッシュタグ萌え氏10周年が届きました。ありがとう。ジャケシャはピンクまみれでロングワンピースを着た最高にかわちい萌えさんが出ていて、アルバムに入っている曲全部萌えさんの歌声が好きすぎて何週もリピートしています。わーい。これが一番好きってあげるとしたら、トゥルーさんが作詞した純白クライシスがめちゃお気に入りです。わーい。一つの大きな感動ストーリーアニメができちゃいそうな最高の曲でした。わーい。他にも10年の振り返りを萌え氏だらけで詰まったフォトブックや手形サイン、記念 T シャツ、直筆ラブレターなども届いて、萌えさんの魅力が詰まった一つの作品となってて嬉しいです。はい。あと萌えさんのボイスが収録されているボイスキーホルダーを触ってたら、へけ、や、えらいねなど、キラピクでよく見かけるギリギリを攻めたモノマネが収録されてて笑っちゃいました。わー。改めてハッシュタグ萌え氏10周年のクラファン完成、一般発売おめでとうございます。遅くなりましたが体調には気をつけてこれからも頑張ってくださいと。あ、写真まで、へけ、もうここでやってるやつじゃん。そう。完全にね、バカデカ音量のえらいねびっくりするよ。そう、ちゃんと音量調節してくれたかな。それで普通はね、うん、普通の女性声優だったらなんか胸キュンボイス言うとかおはようおやすみを言ったりするわけよ。へけ、えらいね。萌えさんの声の元気あんまないからね。いやだって真似てるんだもん。そうだよ。そう、私じゃないもん。モノマネだから。萌え氏10周年なのにね。そうだよ。もうなんか、はい、こんな感じで写真を。返礼品グッズ、かわいいね、ピンクまみれ。これがそのボイスキーホルダーですね。押すといろんな、でもね、このセリフもね、募集したのよ、ファンの人から、うんうん、だから、えらいねもへけもね、あの望まれてたのよ。あ、そういうことか。そういうことなのよ。なるほどね。そう、じゃあみんな満足でしょう。みんな他でもね、なんか結構いろんなパターン撮った。うん、じゃあいっぱい触ってみたら、そうそう、出てくるんだ。まあ胸キュンゼリフあったかどうかはちょっとあんまり記憶ないけど。いろんなモノマネが聞ける可能性はある。あ、でもなんか息してて偉いねとか、なんかそういうのは入ってる。なるほど、萌えさんボイスも、うん、そうそう、私のそのセルタモイボイスも入ってるんだ。そうそう、あ、よかったよかった。そうそう、なんか当たりとかも入ってる。ドラえもんじゃね。でも盛りだくさんでいいですね。ステッカーみたいなのも入って。ステッカー、これはなんだ。ステッカーと、あ、そう、なんか記念書、あ、記念書みたいなのがあるんだ。あったりとかで、直筆のお手紙だから、これもう完全フルコースのセットだね。フルコース、そうで、私の返礼品たち、この指紋ね。指紋ってか手形ね。そう、でもさ、手形ってさ、最初どうなんだろうって思ったらさ、届いたらみんなハッシュタグとかでさ、なんか手のサイズ合わせたら萌えしてちっちゃくて可愛いみたいなやって、あ、そういう楽しみ方できんだって思った。私もね、なんか特典でやったことあるんだけど、うん、手形行ってみて、なんか評判が良かったのか、同じように、うんうん、次足型取った。え、それさ、なんか赤ちゃんがやるやつだよね。赤ちゃんが、赤ちゃんがさ、うん、足型も取ったよ。こういうなんか昔の思い出アルバムとかのさ、そうそうそう、1ページにさ、やれるページあるよね。ちっちゃいアンヨがね、うん、っていうのは赤ちゃんがやるやつ。足型はなかなかマニアックだね。そうだね。次足型来ると思うよ。いけるかな。足、次足型取りましょうって言われると思う、スタッフさんから。かかとのあれ潤しとくね。そうだね、カピカピに、うん、カピカピが乗らないようにね。そうそう、かかとすぐカピっちゃうから。そうだね、うん、あ、素晴らしい、嬉しい、ありがとうございます。もう一つ、キラキラネーム紅茶あやめさん、紅茶あやめさん、うん、ありがとうございます。紅茶あやめさんです、うん、ありがとう。
伊藤美久さん、豊田萌さん、こんばんは。こんばんは。初めてメールを送らせていただきます。ありがとうございます。伊藤美久さん、エブリデイイズアギフトライブツアーお疲れ様でした。ありがとうございます。私は神戸と東京の2公演参加させていただきました、うん、伊藤さんの素敵な歌声とダンサーのキレのあるパフォーマンスが相まって素晴らしいライブでした、うん、伊藤さんの曲はどれも素敵なんですが、中でも私は青百色という曲が一番好きです。という曲が伊藤さんを知るきっかけとなった曲でもありますし、私自身が青が好きというのも理由です。生で青百色が聴けた時は涙が出そうになるくらい感動しました、うん、私にとって人生の思い出に残る1ページとなりました。本当に素敵な歌声と感動ありがとうございました。改めてライブツアー感想おめでとうございます。そしてお疲れ様でした。わー、ありがとうございます。約1ヶ月が経ちましたけれども、ありがとうございました。ライブが終わってからはあっという間ですね。あっという間に、もう1ヶ月経ったの恐ろしい。本当にもう昨日のことのように覚えてますけど。本当に本当にって、まあ、言われたらまあそんなこと言わない。本当にって言われたら、で言われたら、うん、ちょっとまあまあまあ一週、うん、1ヶ月前かなって感じちゃんと時系列通りちゃんと時系列通りの記憶、うん、1ヶ月前かなって感じだけど、嬉しいですね。初めて来てくれて、青百色好きと言ってくれて、だ割と最近知ってくれたってことだよね、この曲が。そうだね、知るきっかけとなったシングルとしては最新ですからね。私もピンク百色歌おうかなピンクって何色あるんだろうね。ピンクはね、無限だよ。ピンクも無限にあるのかな。ピンクって自然界に唯一ない色なんだよ、知ってた？じゃあ絶対ないじゃんちなみに自分で作らないと。虹の中にない色ってないんだって。そうだよね、虹は自然界にある色だって言いますからね。だからピンクってそう、この人工色なの。うん、なんか良くない可愛いですよ。唯一無二感あるじゃん。なんか自分もやっぱ好みで作った人がいたんだろうね。そう、ピンク色。なんか赤もいい、赤でもいいんだけど、もうちょっとなんか薄かったら可愛いだろうなってひらめいた人がいたんだろうね。そうだろうね。ありがとう、ピンクを生んでくれた人いつかピンク百色を、じゃあ次の萌さんのアルバムに入れてもらって、私が作詞しましょうか。あ、作詞してくれる？ピンク百色でできる。ミク百色かける？百色かけるかな。あの、私ポケモン数え歌みたいな歌にしたいからサーモンピンク、ファッションピンクコーラルピンクしたいから。無理だわ。なんかそのおしゃれな青春ソングみたいな、青百色みたいなじゃなくて、もうポケモン言えるかなソングにしたいから。もう自分で書いてください作ってください、誰か。はい、無理ですね。はい、メールありがとうございました。番組では皆さんのメールお待ちしています。メールアドレスは pixis@secondshot.jp です。たくさんのお便りお待ちしていますピクシスのキラキラ大作戦エンディング。番組では皆さんからのお便りお待ちしています。普通歌はもちろん、皆さんの宝物に関するメール、先生大作戦の質問や二択三択大作戦のどうでもいい二択、耳寄りニュース、キラピク VR 宛てのメールなど何でもウェルカムです。メールアドレスは pixis@secondshot.jp pixis@secondshot.jp です。たくさんのお便り待ってます。はい、ここでピクシス情報です。テータモエ、オリジナルアルバムハッシュタグモエシ10周年発売中です。6月30日に東京カルチャーカルチャーにて開催されるテータモエのラジオじゃないんですけど、アシスタントは青木ゆまに出演します。絶対楽しいやつ。そして7月2日に科学技術館サイエンスホールで開催される豊崎亜紀さんのおかえりラジオのイベントに出演します。お願いします。はい、フォースアルバム This One's For You 発売中です。 DMMTV にて過去の伊藤美久ライブブルーレイの配信がスタートしました。はい、2019年のポップスキップライフと2021年のリズミックビームユーの2公演がご覧いただけますので見てみてください。そしてアニメロサマーライブ2023アクセル、8月27日の Day3 に出演させていただきます。よろしくお願いします。はい、番組からのお知らせ、7月1日科学技術館サイエンスホールにてキラピク番組イベントが開催されます。昼夜2公演さあ、新グッズです。こちらです。かわいい、なんて書いてあんの？グルーミンパーティー。どういう意味？グルーミン、なんか自分たちで作るみたいな感じじゃなかったかしら。あら、グループのグルーってこと？
諸説あるよ。あ、諸説諸説あるんだ。諸説あるけど、各々の心にグルーミーはあるからね。あ、そういうことか。正解は一つじゃないってことでしょ。そうそうそう、この単語は、うん、いろんな正解があるってことでしょ。いろんなもん、やっぱり世の中にいろんな意味があるから、うん、この言葉には。でみんなが思うグルーミーでいいってことよね。そう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 、結局のところね。そうね、結局グルーミーなんですよね。結局グルーミーパーティーってことなんですよね。で、これ見て、これはね、なんか最近流行ってるらしいよ。なんかホテルのキーみたいなのストラップというか、そう、アクリルストラップ。私がもう、本当は透明です、こんな感じ で。なんか昔ながらのホテルのってことなんだよね。ね、かわいいですね。知らなかった、こういう形あるの。なんかあの、こう棒のイメージだった、こうね、長めのね。そう、なんか体温計、昔の体温計の太いバージョンみたいな、銀みたいな、うん、伝わる？あまり伝わらない伝わってない、伝わってないって。あまり伝わってなかったけど、可愛いな、うん、もう間違いない、うん、これと、これと、まあ過去番組グッズ含めって感じかな、はい、当日いろいろ買えますので、よろしくお願いします。お願いします。ニコニコ動画セカンドショートチャンネルの有料会員になっていただくと、この後23時から配信するピクシスのキラキラ大作戦アフタートークと、放送に入りきらなかった部分丸ごと収めたアーカイブ完全版をお楽しみいただけます。キラピクの通常版は YouTube でも配信されてるので、ぜひそちらもお楽しみください。そうだ、ピクシスの YouTube でバイオ配信したじゃん。しましたね。次いつやる？お、もう続きやりたくなってる？やりたい、めっちゃ楽しかったもん。お、いいね。どうでした？あの、操作はちょっと難しかったですでも見る分には意外といけたでしょ。見る分にはいけた。じゃあできます。本当ですか？うん、まあ、確かに、うん、ストーリーは気になるでしょ？って思ってたよりも、その怖いけど意外といけるでしょ。脅かし系が少ないパートだったのかな、うん、まあそうね、場所によるのかな、うん、まあいけるよ。いける？続けてやりたいので、はい、生配信やりましょう。チェックしててください。それではそろそろお時間です。お相手はトヨタマエと伊藤美久、ピクシスでした。またね。飛び込めよう。